はい、こんにちは。長野インターネットトークです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は東御市遠いとこから今日お越しいただいたと思うんですけども、まあ、今日素晴らしいお話ありがとうございました。何もないです。今日早速お願いします。そうですね、今日は共生社会のためにこう何ができるのかっていう、こう趣旨でお話をこうしたんですけれども、皆さん非常にこう温かくこう迎えていただきましたし、で特に今その外国人のこう方々が身近に増えている中で、やはりこういただいたご感想だったりですとか、あるいはその皆さんからいただいたこうご質問は、やはりこう隣人の問題としてこう自分たちが何ができるだろうかというこう感想がとても多かったのが印象的 で、そういう意識をまず向けるということ自体が、やはりこう共に生きられるこう地盤を作っていくということの一歩なんじゃないかなということはこう感じたところです。今日のお話にもこう通じるところなんですけれども、今年の5月に国籍と遺書兄への手紙、ルーツをめぐる旅の先にというこう本を刊行しました。私の父が私の中学2年生の時に亡くなったんですけれども、で亡くなった後にこう戸籍を見て初めて父が在日コリアのこう2世であるということを知って、でなぜ父はこう自分のルーツを語らなかったんだろうかという、そのなぜなぜっていうところをこう掘り下げていくというのが実はこの旅の過程です。でその中でこうどういう気づきがあったのかということはここに凝縮をしていますので、お手に取っていただけたら嬉しいです。今日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。最後にお名前お願いします。フォトジャーナリストの安田夏樹です。安田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。